さあ、水墨画の楽しいお時間がやってまいりました。皆さん、こんにちは。水墨絵師の松木墨禅です。ご視聴いただきましてありがとうございます。今日も皆さんと一緒にレベチな水墨画表現を目指して上達に向けて、水墨画一緒に描いて楽しんでいきたいと思います。よろしくお願いいたします。最近はずっと蓄養をね、皆さんと一緒に、深掘りしアップデートさせていただいております。今日もですね、その続きになります。第3弾です。初心者の方でね、竹描いてるんだけど、蓄養、葉っぱのね、笹の描き方がうまくいかないなと思った方いらっしゃいましたらば、ぜひね、多分ご参考になるし、多分お役に立てることもお話しできると思うので、最後までご視聴ください。本編に入る前に、お知らせを一つさせてください。7月にですね、四国愛媛で愛媛教室開講しておりまして、その日程が決まっております。まだね、受付中ですので、ご興味おありの方は、受付が必要になっておりますので、お申し込みしていただいて、ご参加いただきたいと思います。詳細は7月の12日金曜日、13日土曜日、14日の日曜日、3日間でございます。朝活の10時からと、そして、お昼からの14時から、このね、2部門で、お教室開講2時間ほどさせていただきます。場所はですね、愛媛県新居浜市です。上部地区になります。7月のお題目は菊、四君子の菊を描きたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。お知らせでした。じゃあ、では、蓄養やっていきますよ。じゃあ、お筆をね、よく洗ってもらって、で、今回は、なんか、三幅法の技法とか、私がいつもね、毎回登場している三幅法、パレットコロコロ法でなんて言ってるんですが、そこはちょっと度外視して、ね、で、活筆、順筆とかも度外視して、この、蓄養を書くときには型みたいなものがあるんだよっていうところにちょっと重きを置いてね、ご紹介させていただいてますので、その、形、その蓄養の形、配置みたいなところを、一緒に掘り下げて勉強していきたいと思いますので、よろしくお願いします。春鋒とかね、天陽とかやってきたんですけど、その天陽の中で、ご紹介したの、皆さん覚えていらっしゃるかなと思うんですが、故事典、懐事典っていうのが出てきたんですね。葉っぱの描き方、こういう描き方がありますっていう技法があるんですけど、気になる方は天陽の回見てくださいね。その時に故事典、懐事典っていうのが出てきたんですが、この蓄養でも、故事と懐事が出てきます。こういうのをね、遠洋と言うんですけれども、で、この故事と懐事、今日はこの2つに注目してやっていきたいと思います。故事と聞くと、皆さん、3枚だなっていうのはね、分かっていただけたと、気づいていただけたと思うんですけど、その通りです。じゃあ、ちょっとやってみますよ。3枚ですね。これが故事です。じゃ、次いきますよ。1ので、これが開示です。では、これをですね、枝につけたらどうなるのかっていうとこなんですけど、
たつけるとこんな感じですね。それぞれ、枝をつけた時バージョンも書いてみました。はい、こんな感じでですね、まあ、これが代表する故事開示の、型になります。まあ、これが基本形だよっていうところをね、覚えておいていただけたらなと思います。はい、皆さんもですね、竹を書いて蓄養を入れるときに、どんな形だったかなって思い出していただいて、その時にね、いつも人っていう字、うん、このこの字、そして貝、貝の字、こんな感じで組み合わせて葉っぱは書くと雰囲気がつかめて書きやすいよっていう話はさせていただいてたんですけれども、深掘りということで今日はその故事開示の型、ね、遠洋をこのように、ちょっと描いてみました。そして枝付きも描いてみました。はい、で重複しますが、さっき言ったみたいに故事開示この形だけではないというところを一つね付け加えさせていただいておきます。頭にね、頭の片隅に置いといてください。はい、参考になったよって思ってくださいましたらば、ぜひね、いいねボタン、そして、蓄養ね、新しい動画も待ってるよって思ってくださいましたらば、チャンネル登録よろしくお願いいたします。はい、そして、松木牧前のね、水墨画家として、まだまだ頑張っていきたいと思っておりますので日本に5人はファンがいてくれるというのを知ってます。はい、もっと増えるように頑張っていきますので、応援したいよって思ってくださいましたらば、ぜひね、松木牧前の活動も応援していただけたらと思います。去年からですね、海外に向けての活動の進めておりますので、クラウドファンディングもやってますのでね、詳細、説明欄の方に書いてありますので、ご協力応援をいただけたらなと思っております。では最後までご視聴いただきましてありがとうございました。皆様の水墨画応援してます。頑張って。